袋に入れてた。じゃあこの合わせておいたタレをバーッと入れてと。さあここで揉み込んでいく。よし、今の時点でめっちゃ匂いは最高。じゃあここに、よいしょ、乗せてって、よし、ということでこんな感じでなんとか黒皿にね入りきりましたんで、これをオーブン余熱あり200度で30分焼いていきます。よし、ということでダダーン、めっちゃうまそう。はい、ということでこんな感じです。いかつ、マジでうまそうじゃんこれ。よいしょ、はい、ということでこんな感じでローストポテトの完成です。いや、いかついなこれ、本当にうまそうなんだけど、近くで見るとこんな感じ。いや、やっぱマジでうまいじゃんこれ、絶対もう確信じゃん。匂いはね、なんかどっかのテーマパークのレストランで出てきそうなポテトの匂いしてる。本当にいい匂いしてるこれ。じゃあ移動。よし、そしたらね、今日はお酒も添えて食べてみたいと思います。じゃ、いただきます。うますぎるこれ、むっちゃ美味しいこれ。めっちゃうまい。ちょっと今はね、うまいしか感想出てこないと思うから、概要欄に書きますね、ちゃんと。気になった方はぜひ概要欄をご覧ください。やっべえマジ。ということで今回はこんな感じでおしまいでした。じゃあ皆さんまた、バイバーイ。